地上駅は、京都府京都市東山区七条大橋東詰めにある、京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は、KH37。地上線時代の京阪電車と京都市電の交差の、洋子京阪本線の開業当初は、七条大橋の北側の正面橋の付近に大仏、前駅、七条大橋の南側の塩麹橋のところに、塩麹駅が存在した。 その後、京都市が七条通りを拡幅して、市電を敷設することになったため、乗り換えの便を図るべく、大仏前駅を廃止し、その翌日に七条通りに面した、当駅が開業した。当時の駅レイアウトは七条通りを挟んで北側に、大阪方面へのホーム、南側に三条行ホームが設置された千鳥配置で、市電との平面交差で河川が邪魔になるので、 踏切遮断機が設けられず、駅員が赤旗で人や車を止めていた。遮断機が設置されたのは、京都市電が廃止された後1978年10月以降のことだった。淀屋橋方面ホーム、七条大橋東が沈め、川端通と七条通りとの交差点の直下に位置し、相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。 清水五条寄りに非常用渡り線が設置されているが、この渡り線は地上駅時代にも設置されていたものである。当駅は地下1階に改札及びホームを両方備える位相、形式である。そのため、改札口は各ホームごとに独立して設けられており、改札内には互いのホームを結ぶ通路が存在しないが、改札外の地下には、 反対側改札口への連絡通路が線路の下を通る構造をとって設けられている。このような構造のために、警犯にとっては当時行っていた折り返し乗車の扱いの運賃収支を確実にできるという産物もあった。駅ホームのカラーリングは、都ぶりを表した後期で奥ゆかしい薄藤色とされた。上下ホームともいう校長は8両である。 東駅以北の近く間隔駅では8両編成停車ができる。駅の近火事に、コンコース界の淀屋橋方面には、宮流基地柵の壁が、大東連比が、出町柳方面には、西京友和柵の幅4.4メートル、高さ1.3メートルの壁が、33県道絵図が設置された。なお、西脇は8800系2階建て特急車の、 壁面や三条駅のコンコースに描かれている時代祭行列図も手掛けている。2019年度の乗降客数は15,855人であった。近年の1日あたり利用客数の推移は下記の通り。駅は川端通と七条通りとの交差点の地下にある。駅のすぐ西を鴨川が流れ、七条大橋がかかる。東駅と京都駅とは、 1> 約 1.2km の位置にある。バス停は、駅前の七条大橋東詰めの七条通り沿いに設置されている。なお、故障は、車局によって異なる。駅名は、七条だが、京阪バスを除き、バス停は、七条と読む。七条京阪前バス停、京阪七条バス停。七条駅が開設される前の、京阪本線が開通した1910年4月15日に、 開設された駅、七条駅の一筋南側の塩麹通りの南側に作られた。京阪本線の建設中に塩麹通りから五条通館の土地買収が遅れ、塩麹駅からの暫定開業も検討されたが、京都市より、鴨川と琵琶湖祖水の間の堤防に線路を敷いては、都の提案を受け入れて、鴨川へに線路が付設されたため、始発駅として、 暫定開業はなくなり途中駅として開業した。その後京都市の都市計画に基づき1913年4月に七条通りが拡幅され市電が通され、連絡のために七条駅が建設されたが、大仏前駅のように大体で廃止されることなく、1918年11月30日まで5年半に渡って旅客営業を続け、旅客営業廃止後も、 貨物専用駅として1955年6月25日の貨物輸送の廃止まで貨物駅として存在した。貨物運輸は1913年7月4日に開始され、1937年6月のダイヤ時点では、塩麹駅天馬橋駅間に定期貨物電車が3往復、不定期が3往復、塩麹駅始発で中所島駅で、 宇治線へ乗り入れ往復後に天馬橋駅へ運行する列車が一本設定されていた。戦後も1946年2月時点で1日に往復、1953年9月には1往復の定期貨物電車が運行されていた。この当時は、塩高寺通りの踏切を越えたところで一旦停車し、交代して塩高寺駅構内に入り、 天満橋行きは一度三条駅まで北上してから折り返して運行された。ありがとうございます。